じゃあさ、トイレ行きたいときはどうすんの？ああ、そりゃそうか。雪城、雪城七子、わかるか？ああ、ごめん。喋るの苦手だったな。答えは書いていいから、できたら見せて。言えば、5問前から意味不明。いや、5問前に言って。ナナコ、何食べるか決まった？はい、牛丼ね。あ、量はどうします？大盛り無料だよ。肉だけの増量もできるし、卵と紅生姜つける。肉だけ増量？つゆだくもできるよ。紅卵、つゆだく、どうした？それに、あの子は全部普通で構わない。どう見られても君となら。え、いや、ま、それってつまり、バカ、お前そういうのは惚れた男に言うことだろう。いや、でも末前食わぬは男の恥か。よかったね。雪城って可愛いよな。おとなしい感じがいいね。彼氏いるのかな。お、どうした？そういえば私、玉ねぎダメだった。私のオムライスと交換する？あのちょっと抜けてるとこもいいよね。ちょっとかな。